フェリーペロペスは、プエルトリコ出身のプロ野球選手。ポジションは主に二類種で、遊撃種、三類種、一類種、左翼種、右翼種でのプレー経験がある。1998年に、ドラフト一巡目で、トロントブルージェイズから指名を受け、プロ入り。プロ4年目となる2001年にブルージェイズで、メジャーデビューを果たした。2001年は49試合の出場ながら、打率。 2 6を記録、5本類打23打点というまずまずの成績を残した。その後一時は伸び悩んだが、新シシナティレッツに移籍して2年目に当たる2005年に大ブレイク。300近い打率に加え、自身初の20本類打2桁盗塁をクリア。シルバースラッガー賞に輝いた。2006年はシーズン途中に、 ナショナルズに移籍したが40個以上の盗塁を記録するなど2年連続で満足のいくシーズンを送ることができた。2007年からはクリスチャン・ムーズマンの復帰に伴ってショートではなくセカンドで起用されることが多くなっている。2008年7月31日にナショナルズから解雇。8月5日にセントルイスカージナルスと契約を結んだ。シーズン終了後にフリーエージェントとなり、 アリゾナダイヤモンドバックスと1年350万ドルで契約を結んだ。2009年7月19日にトレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍。2010年1月27日にセントルイスカージナルスと契約。9月21日に40人枠から外れ、ウェーバーでサンディエゴパドレスから指名されるがこれを拒否し、FA となり、ボストンレッドソックスと契約。 2011年2月2日にタンパベイレーズとマイナー契約。開幕メジャー入りするが5月3日に戦力外となり23日に再昇格するも6月12日に再び40人枠から外れる。7月28日に金銭トレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍するが8月24日に40人枠を外れる。2012年2013年は 無所属だった。2014年2月、台湾、中心兄弟の練習に合流。3月には、正式契約に至ったが、開幕から8試合で打率。115と低迷したため4月7日に解雇された。ありがとうございます。